平成26年度の問題ですね、これちょっと数値変えて、類題にしました、えー。非有電率がですね、3ですね、問題は確か2やったと思いますけどね、有、えー、電体で満たされた平行平板コンデンサーがあると、えー、極板間の距離は d メーター、極板間の直流電圧は v0 ボルトであると、えー、極板と同じ形状と同じですね、大きさを持ち、厚さが、 えー、6分の d メーターの帯電していない胴体を図に示す位置に P9 間にですね、えー、局番と平行に挿入した時、えー、胴体の位置の値をですね求めなさいということですね、えー、ちょっとこの距離もね、えー、変えました、えー、まああんまり変えても意味ないんですけどね <laughs> 一応変えてみましたはいあのえー、っと 体のところですね、これはもうあ,のあれですわ導線で結べばいいわけですこれね単独、えー、すればいいわけですでそうするとですね「えー、比電率が上の3の方と下の方もね、えー、6分の d メーターですね、えー、これの2つのコンデンサーを導体で結んだということになりますれでまずはですね静電容量 C はですね D 分のイプシロン D ですから、えー、D に反比例しますね それからまたあ電圧はですね C 分の9ですからこれは、えー、電圧 V はですね静電容量 C に反比例しますので結局 V と D はですね比例することになるんですよね。はい、ということは、えー、電圧 V はですね V0×、えー、分母が 6D プラス3倍の 2D の比例ですから6分の D ですね。そうすると5分の V0 と。 ボルトととここういういになりますね、えー、問題集なんかね見ますとね随分1ページぐらいね書いてあるやや口しこと書いてありますけどねまあ私はこれでもいいんじゃないかなと思います。